とことんとこいととーアシスタントのくちゃです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は9月の29日、木曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンあるある、イエーイ。バラが元気がないといろんなものをあげたくなることがあるある。はい、皆さんありませんか？バラが元気がないと心配になっていろいろやりたくなりますよね。僕のバラにはもう病害虫やらもう台風被害やらもあまり元気がありません。今年の秋はもうなんとかちょっと元気を出してもらおうと、今日はこちらですね。何でしょうかこちら。はい、バナナの液肥ですね。バナナの液肥を、はい、前回視聴者さんにとこさんバナナの液肥ですよということで、はい、進めていただきましたので、とこさんあまりバナナ食べないんですけども食べてこうやって液肥作っておきましたよ。今日はこちらのバナナの液肥をあげていこうと思います。はい、そしてこれだけでは足りませんので、とこさんの家バラ多いんでね、まあちょっとプラスメネデールですね、こちらも混ぜて、あと液肥も混ぜていこうかな。もういろんなものを混ぜて、はい、今日は散布していこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あと違いを見るためにバナナの液肥だけというのも作っていきましょう。この残ったバナナは乾燥させてまたこう地面に植えたりすると肥料になるそうなんで、乾燥させていこうと思います。はい、それではバナナを食べてさらにバナナの液肥作っていこうと思いますよ。おじさんが朝からバナナを食べる絵。はい、で刻んで入れてきます。チャキチャキチャキとね。よし、水をジャーッとね。でまた食べたらここに入れていきますよ。はい、では香りのバラカットしていきましょう。こちらリパフューム綺麗に咲いてくれました。エンジェルフレグランスも頑張りましたよ。ストロベリーアイスも可愛く咲いてくれましたよ。はあ、なんとか今日も小さく可愛く咲いてくれてたね、くちゃん。よかったね、とこさん。まずはこちらですね。はい、ストロベリーアイス頑張って咲いてくれてましたよ。香りは、うん。ああ、ティーの爽やかな香りがします。やはり朝のバラは、こういう香りが少ない子でも
いい香りを楽しませてくれますよ。そしてこちらですね、はい、リパーフューム、リパーフュームも、ああ、甘くて爽やか、いい香りです。そしてこちらですね、エンジェルフレグランス、素敵な名前ですよね。エンジェルフレグランスはどうでしょう。ああ、甘くて爽やかで、ちょっと、フルーティー&スパイシーそうだね、くーちゃん。エンジェルフレグランスはフルーティー&スパイシーのいい香りがします。今日もどの子も最高にいい香りだね、くーちゃん。そうだね、とこさん。もうまさに香りのバラの4姉妹や4姉妹やーと。さあくーちゃん、今日もせっかく綺麗に咲いてくれたから、ストロー剣山で遊んでこんねー、いいねいいね。はい、ストロー剣山とはこういう曲がるストローを適当な長さに切って輪ゴムで留めただけのものです。これでこういう花首の短い飾りにくいバラを飾っていきますよ。こんな感じでプスッという感じですね。はい、今日はこんな感じで完成といたしましょう。くる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 。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。このバナナの液肥、どんな効果が出るか楽しみですよね。まあメネデールと比べてどうだって感じで見ていこうと思いますけども。はい、ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね。また見てね。必殺緑星。はい、これが分かった方は相当のワンピースズッキーン。Thank you.